それでお客様が思わず一瞬でもいいんで足止めるくらいのリアクションお願いしますね。じゃあよく見ておいてください。黄色い先生のちっちゃい玉にご注目、見えますかお兄様、大丈夫ですね。マジックじゃありません、テクニック。不思議な現象が起こったらワーとかオーとか拍手とかちょっと無理してお願いします。びっくりする感じの現象、3秒前、3、2、よく見ておいてくださいよ。拍手のポイント、びっくりするポイントはここです。ねえ、こんなに薄いの初めて。おお今ですか？見えなかった。そうです、中に入るんです。見えなかった。どうします、見ますか大道芸、まあ、やりますけど、10分ぐらい。じゃあこれを使ってめちゃくちゃハッピーなバルーンというのを作ったら、一応やります。本日最後の大道芸、そう、めちゃくちゃ不思議、めちゃくちゃハッピーなバルーンです。これね、すごいな、どうやってるんだろう。ダックスフンドなんですけども、何がハッピーかというと、お腹に玉が入ってるんです。めちゃくちゃハッピーなのはよく見てください。一応ですね、わかりますかね、妊娠中のダックスフンドです。これね、いまいちですかね。じゃあこれ、ありがとうございます。プレゼントしますね。どうしますかね。